まずイヤリング直していきます。さっきのビフォーの映像でもわかると思うんですが、なんかヴィンテージのやつ結構ここ緩んじゃってるやつ多いと思うんですね。で今日はそのお直しをします。このバネのところがこれ片方だけすごいゆるゆるになっちゃってて、これを直します。まずこの本体のパーツと別にこのバネみたいになってるパーツがいるわけなんですね。でこれを一度外します。外し方なんですけど、普通にこうキュッて出てるパーツをキュッて押さえたら結構簡単に取れるので、まあ、手では難しいのでペンチをご用意ください。まあよく見るとわかるので全然難しくないんですけど、ここをこう内側に挟むと取れます。はい、わかるかな。まあこの穴のところに T 字になってるやつ、このパーツがキュッて挟まってるだけなので結構簡単に外せます。でこのイヤリングがクリップ緩くなってる原因っていうのが、本来このパーツって平らな一直線のパーツなんですね。このパーツ、それが多分ずっと使われてきてどんどんこう Y になっちゃってるんですよ、横から見た時に。だからこれをまたまっすぐに戻して元のパーツに戻すとバネが生き返るので、これを平らにします。あんまり勢いよくやっちゃうと折れちゃう可能性があるので、ちょっと様子見ながらこれもまたペンチで挟んでやります。はい、まあ、これは別にやり方とかないんで、なんかやってみてください。正しいやり方とか別にないので、これあんまり勢いよくやっちゃうと本当に折れる可能性あるので、結構私も毎回ビビりながらやります。まあ多分完全にまっすぐにしなくてもバネ結構生き返るので、これくらいで一回戻してみようかな。こんな感じになりました。ちょっと待って、伝わるかな。さっきこのパーツがこっち行ったりこっち行ったりして Y になってたんですけど、それを縦まっすぐに、完全なまっすぐではないけどある程度戻しました。で戻せたらまたここにはめていきます。はい、進んでできた。あ、いい感じ。さっきここゆるゆるだったじゃないですか。今全然めっちゃいい感じ、一発でできた。ちゃんと挟めるように戻りました。こんな感じです。以上です。